もう寝かした方が柔らかみのある感じです。直菜室とこの縁切りをはっきりするために口を取ります。モルタンで洗い出しにする形。まあ、とにかく空間をすっきりするために大きいのだけ先に撤去する形になります。小さな植物を整理しながら地割りを構成していくという感じですね。でこの石積みがちょっと組み直したりしますけど、こっち側が植栽地。おお、これね、うん。じゃこうやって出てくると思うんですよね。これをちょっと据え直す。ちょっとこれ立ってんで、ちょっと伏せようかな。目がして。ここのままだとなんか立っちゃって石だけが目立っちゃって。立ち石。まあ寝かせれば平らになるんで、花を置いたり、ちょっといろいろと腰掛けられたり、全部こうやって。剣が立っちゃってんで、ふした感じで柔らかみの形で組み直そうかな。全部石を寝返しても全部ちょっと立っていいの。こうやってだからこの面でで縁やってたら、それを全体的に柔らかく感じになるので、このまま利用できるかなと思って、ちょっと
あ、そうですね。だからこう立ってるよりはこう寝かした方がちょっと柔らかみ全体の前はほら輪っぽく石をちょっと使ったと思うんですけど、今回はもう本当に平たく柔らかみのある感じで、植物もまあそういうドナセラとかそういうやつです。そうですね、うん。で、あと今ちっちゃい石で食体をこう作っていきます。だから前より随分小さくなる、土が結構出るんで、このちょっと高めにこのぐらいになるので石を縁石縁に並べていくっていう、既存の石組み石は外して組み直しできました。いや面積を、ちっちゃくもうこの枠内に植栽という形になるんで、この部分がこんな空間に歩きの空間になったんで結構広くなる。一応ですね、まあ、ポーチも広くこういう感じでなるので、5センチぐらい土を取っちゃいます。で、ちょっと縁のとこ、植栽室と、今度は縁切りをはっきりするために、モルタルかなんか縁を取ります。で、今こうやって飛び石打ってあるんですけど、これも高さ揃えて、全部打っていきます。だから今ちょっと土を取りながらで、この土は全部この植栽地のこっち高くしてるんで、こっちの中に入れちゃいます。そうすれば持ち出ししなくて済むかなと感じで、一応その高さに積んであります。ちょっと高さがまばらなんで、フラッと張るとか、フラッとしてみるんで。
植物ちょっと移動して幅ちょうど今までここまででしょ、この面で。今は出てきたレンガとか曲げランガでそのまんま今はレンガでこれが全部出てきて使って巻いちゃいます。こんだけ出てきてるんで、だからこれで塩石地植栽地は全部一応使って、で足んない分ちょっともこんだけちょっと持ってきたピンコロを使うところもありますけど、まあ一応カラウンは口で全部取っちゃいます。ちょっとね、本数がどうしてもちょっと足んないんで出てきた。だからこのピンコロはちょっとこっから出てきたやつじゃなくて、まあ節と節のピンコロとピンコロのラインの間はモルタルで洗い出しっていう形で一応化粧していきます。発生した砂利を入れていきます。こうやって フェンスの方も、今やっと出てきたんで、ちょっとあそこにフェンスを利用した形で縦を板を張って目隠し、それでこう縁やればあとはエコグローブ最終的に引くんで、だいたいここから3線から4線ぐらい下地を作って、で一応それで引いちゃいます。